ヒドロキシジンは構造中にジフェニルメタンとピペラジンを含む第一世代コーヒースタミン薬の一つである。1953年に初めて発見され、1956年に発売された。商品名アタラックスまたはアタラックス P。日本で承認を取得したのは1957年6月である。中枢神経抑制効果があり。 強い抗不安作用と弱い脅迫性、障害抑制効果を持つので、抗精神薬として、主に神経症における、不安、緊張、抑うつの軽減補助に用いられる。抗ヒスタミン作用があるので、創用感、通覚過敏、乗り物酔いによる大きにも使われる。鎮静、催眠、抗不安効果を持つが、治療域内の容量では、薬物乱用や、 薬物依存症の危険はないとされる。オピオイド離脱症候群の低減にも使用される。またオピオイドの鎮痛効果の増強と、オピオイドの副作用である、創用感、大き、凹凸の軽減に用いられる。財型は、錠剤、注射剤、カプセル剤、シロップ剤、散剤があり、錠剤及び注射剤が、塩酸塩、その他が、パモ酸ジオである。後発品では、 パモサンジオが常在化されている。ヒドロキシジンの類薬として、シクリジン、バクリジン、メクリジンがあり、効能、効果、養蜂、禁忌、警告、副作用等が似通っている。第二世代のセチリジンは、ヒドロキシジンの人での代謝産物の一つである。日本で承認されている効能、効果は、である。ヒドロキシジンは、抗ヒスタミン薬、抗精神病薬、 抗不安薬に分類され、また、精神安定剤としても用いられる。特に歯科や酸化で汎用される。オピオイドの代謝と体内からの除去を抑制する作用がある。全般性不安障害やより重篤な神経症による、気質性疾患の正常化に使用される。全般性不安障害に対しては、ベンゾジアゼピン系薬剤であるブロマゼパムと同等の作用を持つ。 ヒドロキシジンは、慢性ジンマシン、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎、ヒスタミン誘発性相応症などのアレルギー症状の治療にも使われる。近年並びに、過去の研究では、肝臓、血液、神経系、泌尿器への副作用はないことが確認されている。ヒドロキシジンの鎮静作用を期待しての前頭与は、アトロピンなどのトロパンアルカロイドには無効であるが、 全身麻酔後のメペリジニアバルビツール酸系薬剤の作用を増強するので患者ごとの状況に応じて麻酔前補助療法に使用することができる。その他にもヒドロキシジンはヒバルビツール酸系鎮静剤として術前の鎮静、神経症などの神経学的症状の治療、不安、緊張の緩和に使われている。 ベンゾジアセピンおよびスコポラミンに対して、喫抗作用も、相乗効果もないことから、歯科、酸化、その他手術、外科処置、急性糖痛において第一選択薬として、併用薬として、必要に応じてその後の処置にも用いられる。ヒドルキシジンは、ラットの学習性無力感実験での脱出失敗を、減少させる。下記の患者には近忌である。ラット、マウス、 うさぎの妊娠初期にひどろきジンを大量に傾向、または筋肉内投与すると胎児の異常が観察される。人に通常量を使用した場合の研究は実施されておらず、影響は確認されていない。動脈内に投与すると抹消の影子を起こす恐れがある。またアメリカ合衆国では、静脈内投与が溶血を弱気するとして近期にしている。 抑うつ性を持つ薬剤や中枢神経作用を持つ薬剤と併用する際は本当に必要な場合のみ最小限の量に止めるべきである。ヒドロキシジンの長期投与により、自発政治スキネジアが発現する可能性があるとの研究がある。投与開始後7.5ヶ月頃より持続的な首振り、唇を舐める行動、他の当て当然様運動などの事象が報告され始める。 高齢の患者で、フェノチア人形薬剤、またはそれ以前の神経系用薬剤の使用が、ヒドロキシジン投与の長期化とジスキネジア発言に関与していると思われる症例があり、フェノチア人形薬剤の投与歴のある患者では、ヒドロキシジンの長期投与は禁忌とされた。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、ショック、アナフィラキシー様症状、 肝機能障害、横断、注射部位の絵師、皮膚汎用である。蛍光投与製剤の添付文書には、1%以上に見られる副作用として眠気倦怠感が1%未満に見られる副作用として、めまい、狡猾食欲不振、異部不快感、大き、嘔吐、発疹が、さらに頻度不明な副作用として、不安、不遂運動、心腺、痙攣。 頭痛、幻覚、興奮、錯乱、不眠、警眠、便秘、血圧効果、後半、竹心室性後半、不腫性後半、後皮症、創用、人魔神、霧死、尿閉、発熱が記載されている。注射剤の添付文書には1%以上に見られる副作用として眠気、硬活が1%未満に見られる副作用として不安、 めまい、大きい、おうと、血圧効果、貧脈、注射部位同痛が、頻度不明な副作用として、倦怠感、不随意運動、心臓、痙攣、頭痛、幻覚、興奮、錯乱、不眠、軽眠、食欲不振、胃部不快感、便秘、発眠、後半、竹心質性後半、不腫性後半、後飛症、創用、人魔心、注射部位の主張、 高血、静脈炎、痺れ、四覚異常、筋萎縮、筋高縮が記載されている。英語版の添付文書には耳鳴りなども記載されている。コームスカリン作用が弱いので消化器系症状の重篤性は低いとされる。眠気を催すことがあるので自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事しないこと。 幻覚や錯乱などの中枢神経系症状は稀であり、過量投与時に見られるほか、神経心理学的異常の治療に用いられた場合に見られることが多い。幻覚や催眠の副作用は、ヒドルキシジン短剤の臨床試験では報告されていないが、毛様体刺激作用による鎮静効果の一部として説明される。これらの副作用は、リチウム塩や、 エタノールなどの中枢神経用薬が中枢神経系を抑制することによる副次的影響とも説明される。ヒドロキシジンが人の記憶力に与える影響についてテストが実施され、ベンゾジアゼピンが記憶量を低下させることと比べると比較的安全であるとされた。ロラゼパムが記憶量に悪影響を及ぼすのに対してヒドロキシジンは記憶に関する副作用が見られなかった。 記憶力について、ロラゼパムと比較した臨床試験では、ヒドロキシジンを投与された患者は警眠などの鎮静効果を感じたが、同時に記憶力テストに対して自分はできるという感覚、注意深いという感覚、成し遂げられるという感覚を持ったと話した。一方で、ロラゼパムを投与された患者はテストを継続できないと感じ、冷静さを失っていると感じた。 10人のうち8人がバランス感覚がおかしく単純な態度を制御できないと報告した。高ヒスタミン薬感受精でタの中枢神経抑制薬を併用している患者では免疫無や悪無を伴うまたは伴わない軽民が見られることがある。ヒドどキシジ人は抗不安薬活性と鎮静薬活性を譲るので多くの精神病患者に適用できる。他に ヒドルキシジンは睡眠導入剤として採用して入眠戦時を短縮し睡眠継続時間を延長することを示した研究がある。この作用は女性に多く見られた。より重篤な副作用が発現する可能性があるので高齢者に使用できない医薬品の一覧に収載されている。ヒドルキシジンは蛍光投与、筋肉内投与、静脈内投与で使用される。 蛍光投与された場合、消化管から速やかに吸収される。投与30分以内に効果が現れる。薬物動体学的には、経口投与、筋肉内投与された後速やかに吸収されて、全身に分布し、効果は投与後1時間以内に発現し、半減期は成人の場合20時間前後である。血中より、皮膚に高濃度に分布する。肝臓で代謝され、 主要代謝産物は、末端のアルコールが、アルコールでヒドロゲナーゼで酸化されて、カルボン酸となったセチリジンである。セチリジンは、鎮静効果がより弱いものの、同等のコーヒスタミン効果を有し、人工透析で除去できない。他の代謝産物として、N 脱アルキル体、O 脱アルキル体があり、血中半減期は59時間である。 両代謝物は主にサイプ 3A4 及びサイプ 3A5 による。排泄経路は単重中,中へ75%、尿中へ25%である。高齢者の場合、蛍光投与では、血中半減期は29.3時間に延長し、AUC は約2.2倍になる。注射薬についてはデータがないが、同様であると思われる。 また、肝機能障害を有する患者に投与すると、血中半減期が延長する。他の鎮静薬と同様に、大量投与により過鎮静や錯乱を起こす恐れがあるので、いかなる在径であれ、多量に使用する場合は、医師の監視下で投与すべきである。ヒドロキシジンの主な作用基準として、ヒスタミン H1 受容体逆作動薬であることが挙げられる。 他の第一世代抗ヒースタミン薬とは異なり、ムスカリン製アセチルコリン受容体 A の親和性は非常に低いので、抗コリン性の副作用発現傾向は低い。抗ヒースタミン作用に加えて、5HTNA-D2-α1 受容体拮抗薬としても採用する。ヒドロキシジンの抗セロトニン作用は、抗不安薬としての有用性の基礎となっていると思われる。 コーセロトニン作用を持たない他の抗ヒースタミン薬は、抗不安効果を持たない。ありがとうございます。